っと今からこの差し入れのすだちを使って、この3人がとあることをしてくれます。せーの、すだち丸かじりチャレンジです。これは決してさせたわけじゃなくて、自らやりたいと教えてくれたこの3人に、じゃあまず選ぶところから。はい、はい、なんか濃いめのやつとかにして。あ、そう緑が強いやつの方が、はい、まあ、すだちっぽいかな。甘い、甘いの、甘いのがいい。確かに甘いの選んだ方がいい。甘い、これ、これ良さそう。これにします。この人と目が合う。ゆいちゃんもじゃあ、これにします。オッケー、見して、見して、見して。はい、ということで選びましたね、それぞれ、はい、なんでそれにしたんですか。なんか、目が合いました。はい、あれ、はい、なんか模様がついてた。あ、いいですね、はい。なんか一番濃い緑です。あ、まともですね。はい、じゃあ3人で丸かじりをお願いします。はい、もうご自由にお好きなように。いただきます。え、食べれてるじゃん。食べれた。え、どうでしょうか。ちょっともう一回率直な、なんか柑橘のいい匂いがします。おー、匂いが。でもうちょっと多分かじった方がいいですね。中がそれで多分栄養を摂取して直した方がいい。そうですよね。はい、どうですか。ちょっと離脱しました、一人。一人でやってしまう。あ、めっちゃいい匂いする。美味しいね。うん、美味しい。え、酸っぱくない？酸っぱいけど。食べれる酸っぱさ。うん、食べれる酸っぱさ。これが、え、すごいね。ほら見て、イチゴの皮見て。嬉しい。酸っぱいけど痛い。私はちっちゃい頃からそれを、まあ、切って、本当は切ってかけて食べるんですけど、その切ってかけた後、その中の果肉みたいなのを食べて育ったんですよ。だからその素質あります。あります、あります、ありますと。はい、もう何も怖いことはないですね。はい、レモンより酸っぱくない。レモンより酸っぱくない。え、どっち派？レモンとすだち。あ、すだち。すだち。合わせたんや。ありがとうございました。3期生の丸ごとすだちチャレンジでした。あれ、なんかなんと一人増えての参戦ということで。美味しいみたいな。はい、え、酸っぱ。え、3人の時はその反応もらえなくて、私も想定外すぎて。え、どんなんだったんですか、3人。え、美味しい。やばいよ、味覚されてる。痛い痛い痛い。ちょっと期待通りを答えなきゃ。だってまだまだそうだよね。食べきれない。だって見て、プロいるから。あれ、プロいるから。で、さっき皮剥いてたから、手で、みかんみたいに。そうでしょ。これが食べれたら、ちょっとリーダーとして、キャプテンとして、一皮むけると思います。はい。みかんのように一皮むけます。どっちをかき上げ、もうかきまくり上げて、一皮になっちゃいました。ね、なんかあの、差し入れでね。そうなんです。いただいて、本当にめちゃくちゃ嬉しい。そっち。そう、まるまるあったけど、はい、あの、なんとキッチンの方に切ってもらったんだよね。そうなんですよ。どん、うわ、特別。いただきます。どうぞ。どうでしょうか。うん、めっちゃうまです。今は福平数の果てに四国観光大使の講演が終わって学園に帰ってきたんですけど、はい、学園がすごく広い、涼しい。うん、でもさっきまではめっちゃもう埋もれてたんですよね、結構。暑くてね、サウナみたいな感じだけど、ここに帰ってきたら広くて、うん、
こんな感じ盛大に使わせていただいてます。で今髪の毛どっちが長いか対決っていうのをちょっと一つ目のライブから解放されてね、うん、そしたらちょっと余裕が出てきたんですよね。いい勝負してる私たち。どっちが長いですか。どっちが長いかな。でも毛量が多いね。あ確かに。でもいい勝負めっちゃ、うん、夜も頑張ります。しマジにならなきゃ勝てねえよ。いくぜノックできる。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、どうでしたか。もうめっちゃ大変だったけど、うん、それ以上に最高すぎて。いや、なんかさ、うん、プロデューサーじゃん、うん、なのにさ、しっかりさ、客席でもなんか最高すぎた。オタクしとってから、うん、なんかいろんなとこで福ちゃんおりすぎて、うん、今日なんか影分身みたいな感じなかった。そう、物販もいたしね。そうだよね。いや楽しかったし、うん、もう本当ありがとうね。もうみんな見てくれたから。いやマジすごかった。ありがとう。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。明日も頑張ろう。はい。